メガ、ミ巡りは、カプコンより2016年12月8日に、任天堂 E ショップにて、ダウンロード配信された、任天堂 3DS 用ゲームソフト。コレクターズパッケージも同時に発売された。配信は、日本国内のみ。交通系、IC カードに宿ったつくもがミつクモが、日本全国をめぐり、現代風にアレンジされた日本神話の神々と共に、メガミ。 になるための試験を重ねて、一人前の女神を目指す様子を描いたゲーム。本作のフィールドはスゴロクになっており、スゴロクのマス目の位置は、日本全国の実在の駅が元になっている。行く先々でステータスを上げつつ、先輩目が見た力の試験、進学試験を合格することで、ストーリーが進行していく。ニンテン e ー e ショップから無料でダウンロードできるが、 様々なグッズが詰め合わされたコレクターズパッケージコンプリートエディションが同時発売している。2020年9月30日9時59分をもって配信及びオンラインサービスを終了した。本編は通常通り遊ぶことができるが追加データの購入やチェックインができなくなる。電車に乗っていた主は深い眠りの中で何者かの声を聞き目覚めると雲の上にいた。 そこに現れたのは、大女神、アマテラス大神。彼女の話によると、主が愛用している、交通系、IC カードから生まれたつくも神には、誰かを明るく照らせる、お日様みたいな立派な神様になりたいという願いがあるという。この願いに、お日様として興味を持ったアマテラスは、つくも神を一人前の女神に育てるよう、主に信託を授ける。とはいえ、 まだ生まれて間もないつくも神の姿は人からはほど遠かったが主の名前を知ることで15センチメートルほどの少女の姿を得る。そして主と自分の名前以外は人間の言葉もほとんど話せなかったがこれはアマテラスから借りたマガタまで会話する力を得ることができた。その後アマテラスから一人前の女神になるには 主と会話して女神に必要な素質を養い、女神の個性、才能である、進格を伸ばす必要があると説明を受け、ようやく地上に戻ってくる。各して、主とつくも神の、全国各地の先輩女神との出会いと試練を経て、一人前の女神を目指す旅が始まったのだった。まず最初に、展開で、名前の登録等を行い、最初の進格試験を受けることで、ゲームがスタートする。 名前はプレイヤー、つくもとも、カタカナしか登録できない。ゲーム内通貨には、おさい銭と課金でしか手に入らない、砲玉、イベント専用の人通銭がある。スゴロクのサイコロは、制限なく触れるが、一気に遠くへ行きたい場合は、おさい銭か砲玉を使うことで、ワープが可能。おさい銭50枚を消費すると、サイコロの目を指定できるため、 イベントに参加するには重要。つくもの能力を強化できるシーの入手方法は、つづら、高級つづら、ご褒美つづらの3種類で、どれも9つのつづらの中から選択する。つづらの中身は事前に確認できるが、どれを入手できるかは完全にランダムである。つづらは、スゴロクマスに置かれており、1回無料でアクセサリーを入手できる。 高級ラはおさ銭か宝玉を支払うことで服を入手できる。ご褒美ラは、もののけ討伐イベントで出現する特殊なもののけを倒した時、一定確率で落とす。アクセサリーに混じって、イベント限定の服が入っており、ラ同様、一回は無料。どのラも追加で宝玉を支払えばより多くの真意を入手できる。つくもには五種のステータス、根性、強さ、 賢さ、優しさ、美しさがあり、桜グラフで表示される。ステータスは、ミニゲーム、会話、お仕事、料理、真意によって上昇する。シンボルが置かれている駅では、そのシンボルにあったイベントが発生する一方、シンボルのない駅では、つくもとの会話が発生する。つくもと会話するイベントでは、プレイヤーがつくもに、様々な言葉を教えることができ、つくもは、 プレイヤーの教えた言葉を使った会話をする。つくもの音声は、伊藤あやさの声をもとに合成されたものであり、プレイヤーは、メガ・ミスピークエンジンというシステムを用いてつくものを覚える、言葉のイントネーションを変更することができる。この、メガ・ミスピークエンジンには、東芝デジタルソリューションズの、リカイアストスピークが利用されている。例えば、いちごという単語の場合、 プレイヤーは、1、5のいずれかを強調するように発音させることができる。また、プレイヤーは、つくもに教えさせる言葉の読み柄を設定することができ、この場合もイントネーションを設定することが可能である。また、実際の交通系、IC カードを 3DS に読み取らせ、駅の利用履歴や決済履歴を元にした会話をしたり、利用先のご当地限定シーンや食材を入手する。 ことも可能で、さらに、開催期間内に、特定の駅や施設を訪れれば限定アイテムが入手できるタイアップキャンペーンも実施された。この連動機能は2018年9月30日を、最後にサービスを終了した。ミニゲームには直接ステータスが上がる3種類のゲームと、もののけを退治することによって報酬がもらえるゲームがある。つくもに料理を食べさせることができる。 料理は食材ますで手に入る食材を使って調理する。全体的に多くの食材を必要とする料理ほど能力が上がりやすい。難易度は楽々、そこそこ、きつきつの順で上がっていき、つくもの成長に合わせて高い難易度が出やすくなる。リザルトは最高の松から竹、梅、草と4種類あるが、最低の草でもプラス1は上昇する。駅の中には もののけという敵キャラクターがいることもある。もののけのいる駅に止まると戦いになり、もののけを倒すと報酬が手に入る。もののけには、じゃんけん属性があり、真偽の効果や属性で有利不利が変わる。負けても、砲玉を使えば、さらに攻撃できる。また、期間限定イベントでは、イベント限定の強敵、もののけ頭が現れる。戦闘では言葉を使った問題が出題され、 クリアするとつくもがもののけに攻撃する。もののけの体力をなくせば勝利。強さは普通のもののけは、数字が大きいほど強く、もののけが白は鬼待つだけ梅の順に強い。もののけ退治での問題すべて制限時間は30秒。進格試験は、お供え物マスに泊まると、金色絵馬のお仕事3回をこなした後に、女神のいるマスに泊まると受験可能。 試験では5種のステータスがそれぞれ評価され、全分野合計で250点を超えれば合格。また、進学試験の中には特定の能力が150点満点で、評価される傾斜配点があるものもある。傾斜配点がある場合、事前にその能力のステータスを高めると有利になる。進学試験の内容応援1回の試験で8回までず、雲を応援できる。 問題は、画面のふすまを開けてから5秒以内に54のマスの中に隠れているつくもに教えた言葉を探し出す。もののけ退治の、縦横言葉サーチの簡易版。答えは、見つける言葉として表示されている。カレーライスのような6文字以上の長い言葉は出てこない。大型アップデートで登場した新モード。10段以上で解禁され、お再生や宝玉を投資して、 報酬を手に入れることができる。条件を満たすと、なかなか駅に泊まれなかった時に食材がもらえたり、後日のスペシャルアクセを入手できる。限界まで投資すると、タイトルコールが投資したキャラクターになることもある。インターネットに接続して、チェックインすることによって、1日1回お再生が手に入るほか、様々なイベントに参加可能。イベントでは季節に合わせた真意が、 高級綴らの中に一定期間入ったり、期間限定の試練に挑むことができる。2017年2月10日に大型アップデートで、機能が追加された。進格試験に協力する先輩女神。それぞれが進格を持つ。条件を満たすとつくもに、スペシャル真意を授ける。内話相性。バージョン2.0、0以降にて50段達成後に登場する、うなばらの三姉妹女神。 完全体となったつくもがさらなる高みを目指すための協力者であり、七柱の目が、ミア,アマテラスと同じくスペシャル真意を持っている。ダンサーという共通点を持っており、アマテラスはこれを海外の文化と接触する機会が多いため、そこから現代に合わせた結果だろうと推測している。真意はそれぞれに、ご利益という追加効果と能力上昇幅が設定されている。真意は、 服、刀、アクセの三つのパーツがある。条件を満たすと七柱の目が、ミーマテラスの持つ真意、スペシャル真意が手に入る。スペシャル真意は三つのパーツすべてに存在し、対応する真意パーツを揃えると完成する。アクセ以外はストーリーで一定の段位に達すると必ず手に入る。イベント限定のレア物や課金でしか手に入らない、真意はさらに強力なものが多く。 中でも課金限定の青春セーラーブックはスペシャルアクセを含む導きの真意で全身コーデした時と同じ根性250を吹くだけで手に入れることができこれを全身コーデすれば占いのスペシャルアクセと同じご利益も得ることができるまた物のけ討伐イベントで入手できるイベント真意は特定の物のけをより容易に倒せるようになるすべてブシロードミュージックよりリリース 目が、見めぐりのラジオめぐりのタイトルで、2016年9月19日から2017年12月18日まで、響きラジオステーションにて配信された。毎月第1、第3月曜日に更新していた。2016年11月21日までは、毎月第3月曜日に更新されていた。パーソナリティは、伊藤彩さん、尾崎由香、つくも。 目がミスピークエンジンを活用し、つくもを音声合成声優として、目が見巡りの枠を飛び出して活動していくことを2017年2月9日に発表。つくもの声の下である伊藤彩やの所属事務所である響き所属だった。しかし、所属事務所とその関連会社での下記の仕事以外、目立った活動の機会はないまま。 10ヶ月後の2017年12月7日付で事務所対処となった。ありがとうございます。